どうもじゃほとけです。今日もバーサスペペペマンの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。スワップルールですね。久々のスワップルールです。さあテトリスからスタートする。まずこのテトリススタートの場合は基本的にそのプヨ側のネクストを凝視する、一瞬凝視するのが重要なんですよね。プヨ側で一応スワップルールってスタートするんで、そのネクストを見ることができるので、二手前消しをまず見ること。二手前消しを見といて、もし二手前消しが取れるツモだったら、コンボじゃなく、即打ちする判断が重要になりますので、まずはそこですね。さあ、二連テトリスで仕込むか。二連テトリスは仕込まずに、一回ちょっと地形を良くしてから、テトリスにしましたね。それに対し、相手が、Tスピンミスってか、Tスピンをミスったような形になってるので、おそらく Tスピンミスったんでしょう。ティーミのソフトドロップしてたけど、1ラインしか消えなかったんで、おそらくそうでしたね。ちょっと見てなかったけど。さあ、しっかり組んでって、紫入れて赤ハッカーだけど、これは、妥協しましたね。妥協して1回2連鎖にして、ネクストの紫ハッカー。それに対して、相手4連だったんで、これ、テトリスで耐えれるかな、どうかな、といったところだと思ったけども、普通に耐えれたんで、これは相当有利。さあ、ダブルダガーからホリレンで、Z ミノ、J ミノまで。ギリギリか、ギリギリ耐えてるが、なんとか延命して、ブヨ側に切り替わる。しかし、これまあ、テトリス仕込みから、まあ、本戦速悪化で、もうほぼほぼ勝ち確っすね。てか、勝ち確ですね、これは。ほぼほぼというか、完全なる勝ち確。もう、本戦では相当有利だったのに対し、さらにそこにテトリス側のコンボをつけて、さらに単発でコンボ付きのバックトゥバックテトリスの攻撃が割り込んだんで。もうあれは、どうしようもないですね。テトリスでも有利だったし、ぷよぷよでも有利だったんで、もう、完全なる勝利といったところでしょうか。さあ、お互い DT4 で、下穴がいい。これをまあ、うまく活用していきたいですね。基本的にその、スワップルールって、まあ、理由はわかんないんだけど、直列が非常に多いルールなので、だから、あれだよね。できるだけ攻撃を受けるっていうのが割とコツにはなります。なぜだか知らないけど直列が多いんですよね。さあ、地形的には、テトリスの地形的にはこちらの方がいいけども、右側と左側が、ちょっと、溝が深いんで、そこをしっかり埋めていかないと地形が下りそうな感じはある。さあ、発火されていく。こちらも発火する。これ、いや、しかし、ちょっと飛んでいて、連鎖数が少ない。6連しかない。それに対して、相手が、7連、8連、9連まであるか。9連まであるが、アイミノ、エスミノ、ジェイミノ置いて、エルミノ、1連、掘れないですね。無理ですね。あー、そこで下がっちゃうか。まあ、1ライン分猶予あったとしても、結果的にエルミノまでの、掘りしかなかったんで、まあ、どうしようもないですね。ぷよ側に切り替わるまで待ったとしても、ぷよ側でもその、致命判定になっちゃうんで。基本的に、テトリス側のお邪魔は、どれぐらいだったかな？10ライン分ぐらい送られると、かなり、ぷよ側の、個数というか、致命判定の個数になりますね。さあ、飾って、これはまあ無理せずに紫ハッカーと言おうとしたところだが、ちょっと設置されてしまった。これはボンミスですね。完全にボンミス。それに対して相手本線発火している。いや、これは、さすがに耐えれないんじゃないか。連鎖数も相手、かなりあるし、12連か。12連あるのに対し、しかも、こちら本線発火できず。ネクストに紫もなかったんで。いやー、これは、絶望的ですね。一応相手連組んでるけど、厳しい。おと思ったけど、緑からハッカーで一応繋がってるか。緑からハッ、いやーでも無理だな。帰らない。全然帰らない。あ、でもコンボつければ、一応帰った量はあったかな。ワンチャンコンボで、ワンチャン取りに行けばよかったかもしれないですね。まあでもこの状況はおそらく、まあネクストはハッカーできないだろうと思い込んでいたんで、半分諦め気味でしたね。やっぱりこういう試合を見ると、諦めるのは良くないなって、やっぱり改めて思いますね。ワンチャン取れる可能性があるんだっていうのを信じて、しっかり、最後まで諦めないことが重要だなと感じました。さあ、パフェ済みだがパフェが取れなかったんで、中開けテトリスに切り替えたところに対し、相手が、中開けを組んでいる。
いや、強いな。そこに下穴が来てるからかなり繋がりそう。さあ、ファンデーション、ファンデーション。エステティック、エステティック、エステティック、エステティックかな。4回ぐらいかな、続くの多分。ジェイミの、ジェイミの、エスミの、ちょっとネクスト見てなかったけど、でかい。やはりレンが繋がってるんで、非常にでかいですね。コンボないものの、あんだけでかいんで。さあ、非常に厳しい。プヨ側で、不利で、しかもテトリス側も、その後の、レンが繋がるんで、コンボついた、レンが強い。緑発火も間に合わず。ジェイミの、ジェイミの、エスミの、なるほど。そう繋げたか。赤玉と、6ライン、辛いか。Z ミの、アイミの、アイミのまで繋げて。下、離してない。あ、ギリギリ耐えられるか？ギリギリ耐えられる。ちょっと相手がめっちゃテトリス下ってましたね、これ。おっと、これはワンチャンあるんじゃないか？プヨガで一応発火できるんで、ネクスト発火で、相当有利。相手のテトリス側のチケもめちゃくちゃ辛いんで、有利ではあるが、単発延命するものを刺さりましたね。いやー、これは、どうだったんだろう。あ、相手がテトリス側で、下ってて、追い打ちを、まあ、し損ねたっていうのが、影響したって感じですかね。しっかり、火力をバン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 送れれば、テトリス側で行動不能にすることができていたと思うので、まあ、しっかり諦めないで、勝ちをもぎ取りに行きましたね。スワップルってやっぱり一瞬にして戦況に切り替わるというか、ボンミスで本当に、なんつうんだろう、負けになっちゃうんですよね、一瞬にして。だからそこは、気をつけていきたいところなんだけど、まあ、このルールはね、バーサスと比べて、若干、ま、やっぱり、ぷよぷよとテトリス両方、勝利してるっていうこともあって、若干ね、重いですよね、バーサスと比べると。それのせいで、ちょっとミスが多発してしまうっていうのは、ま、しょうがないところではあるんだけど。さあ、単発に対して、コンボ付きの2連鎖で返していく。まあ、これは、赤ハッカか。赤ハッカで一応、黄色までに対して相手が、相手も黄色、赤までかな？黄色赤まで6連。それに対してこちらも6連の同じ連鎖数。それに対し、堀連はこちらの方がついてますね。9連まで。だが、穴がいいんで相手も全然問題なさそうだが、あいみの間に合ったギリギリ危ない。なんとか間に合いましたね、相手。で、堀連で。エルミの Z ミのアイミノまで、ホリレンが繋がってるんで、1ライン消しだけど、結構火力はきますよ。さらに、単発でコンボつけてうまいですね。ホリレンででかいんで、単発でコンボつけて、1ライン消しでもかなりいくと。結構ね、レンが繋がってるか繋がってないかっていうのを、見てないと。1ライン消しならあんまり来ねえだろうと思いつつも、かなり来る。まあ、予想外のことが起こるので。さあ、今回は、コンボだけつけて、お互い単発だけですね。いや、2連あったか、今の。相手が2連あったかな、多分。それに対して、こちら単発のコンボ。ちょっと、ぷよ側で不利なんで、テト側で挽回していきたいところだが、どうでしょうかね。やっぱり積み込みに切り替えましたね。これはもう、連組んで、コンボ付きの連で耐え切る方法しか、有利になる戦法はないので。さあ、テトリスで、なんとかコンボつけて軽減させるが、2段振ってしまう。痛いぞ、これは。さあ、コンボ付きの単発で、まだコンボが残っていた。あ、コンボつくだけでね、単発でも結構な火力になるので。さあ、なんとか、これ、紫ハッカ3連しかないか、しかし。3連しかないのに対して相手が赤ハッカで、連鎖日どうなってるかわかんないけど、まあまあありそう。さあ、しかし、コンボの連で、おっと刺さっていく。真ん中が高かったから、コンボの連で、そのまま火力で刺さったって感じでしたかね、今のは。一応、ぷよ側の連鎖数はどれぐらいあったのか、ちょっと分かりにくかったけど、まあ、カサカサしていれば、どうだったかな？ぷよ側で連鎖、一応総裁はできたような気がするんで、ちょっと待つべきだったっすかね、相手側は今の。まあでも、どうだろう。こちらも連、結構割とコンボ連で繋がっていたんで、どちらにしろ差し切れた可能性もあったけど、まあ、ね、そういうところの判断って本当に難しいんで。スワップにおける業種はもう相手のそのコンボ、連鎖数も見るのも重要だし、相手の地形も見るのも重要なんで、もう見るところが多すぎるんでね、このルールはマジで難しいです。まあマジで難しいんだけども、しっかりね、解説をしていこうと思います。もう一つ見ていきましょう。久々にね、やっぱりスワップ見たけど、
やっぱり意識配分するところ多いっすね。一番難しいルールだと思うな、なんだかんだこのルール。さあ、先寄り GTR で、相手が、先寄りだけど、後折り、先に右側で組んで、右側で組んだ、後折りの、座布団エリスですね。それに対して、こちら GTR で、まあ、若干多重チキに青ハッカ。青ハッカで赤ハッカにして、埋まるか ?3 列目埋まらない？オッケー。さあ、赤ハッカしてるのに対して、相手も8-1で、黄色紫ハッカですね。本戦的には、こちらの方がちょっとでかいかな。9連に対して相手7連鎖なので。これは、単純にやっぱり連鎖数で勝ったのがそのまま刺さったって感じですね。冬川の連鎖は、今の13ラインだったか。まあ、2連鎖分の差はだいたいそのぐらいなので。そのまま、連鎖数勝ったのが影響しましたね。さあ、初手前傾し、2手前傾し、ちょっと高めに組んでて相手打ってくる。それに対して、こちら受けてから、赤発火即座にしたいところだが、発火して2連鎖。さあ、受けられて、これはどうですかね、連結2連、若干帰んないかな。2個振る。単発打ってしまったが、どうでしょうかね。5分ぐらいかな、だいたい。だいたい5分ぐらいだと思います。さあ、パフェ取れる。それに対して相手が DT4 なんで1ライン来る。DT パフェのルートはないが、こちら金クリ組みに行く。火力高めっすね。火力高めの金クリ。TST で操作やっててから、これ積み込みに行くかな。積み込みチックで、しっかり積んでって、地形を平らにすることっすね、これ。T ミノが、2個必要だけど、これ別に T スピンしなくても、コンボ連に切り替えることができれば非常に強いので。さあ、コンボ付きの4連鎖がそのまま刺さっていきましたね。赤が引けてなかったか。赤が引けてなかったんで、3連鎖一応あったけど、そのまま刺さっていったって感じですね。まあこれ切り替わっても普通にコンボつけて、T スピンを妥協してコンボ連で非常に強いので。ポリレンを、てか、やっぱり地形対連にすることをスワップルール重要なんでね。さあ、一方的に前傾し取れる。しかし、どうだ、相手。青ハッカ埋まるが、即座に打ってって緑、これはちょっと延命はできないんで、一回受けることになりますね。さあ、一応有利にはなったけども、まあ、単発だけですね。これはその4連鎖打ってしまうと、全然4連っていうのは、相手側にテトリス側で受けられてしまう火力なので、単発でコンボだけ。しかしまあ有利だぞ、これは。その有利をしっかり活かしていきたいところだが、LJ イリュージョン。相手がホリレンで、S ミノまで。S ミノまでのホリレンのルートらが直列できてるんで、しっかり美味しく利用したい。T スピンダブルから、バックトゥーバック付きのテトリスで、即座にコンボ付きの連結4連。さあ相手側でも一応掘れるか、紫。無理だったか、今。8-1が見えていたけども、一回消さざるを得なかったですね。それになんとかなった。まあ、今のちょっと、即打ち4連したけど、若干危なかったような感じはあったな。さあ、しっかり伸ばしてって、紫ハッカーで発火する。相手がコンボ付きの単発で、連を繋げてるけど、まあ、こちらはかなりレーサー数あるので。さらに、そこにコンボ連で、7連まで、プラス、コンボ付きじゃなくて、普通に9連鎖で刺さっていきましたね。あ、これはまあ、ぷよ側で有利だったのをそのまま生かしたって感じですね。全消し戦で、てか一方的に全消し取ったのが、やっぱりそのまま後々の試合に影響したって感じでしたかね。まあ、悪くなかったんじゃないかな。しっかり本戦伸ばして、無難に刺していったんで。基本的にスワップって追い打ちしても、一回消すと、やっぱり、振らない仕様ですから。まあ、簡単に言えばフィーバールールとかと同じなんで。あんまりそのむやみやたらに追い打ちをしてしまうと、まあ、テトリス側で受け切られたりね、してしまうので。まあ、無難に本線を伸ばして、発火して、でかい連鎖数打って、なおかつ、そこにさらに、テトリス側のコンボで刺しに行くっていうのが、まあ、堅実な立ち回り方ですね。はい、ではこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。